こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は画面キャプチャソフト、ウィンショットの使い方ですね。その保存場所の確認方法です。新しいパソコンでダウンロードしたとき、あるいは久しぶりに使ったときね、あれ、どこに保管してたっけなというのをね、わかんなくなっちゃうときあります。そのときはですね、この画面の左に下にある 隠れているインジケーターを表示しますというところをね、クリックして、ウィンショットの、えー、マークのところにカーソルを持ってきます。そしてマウスを右クリックしてください。そうするとね、こういうふうに画面が出てきますので、保存先フォルダというところを、えー、にカーソルを当てます。そうするとね、どこに映ってるか、どこに保存しているかはわかります。まあ、この場合ね、 えユーザーミノという、えー、のでログインしたときのデスクトップ、そこのウィンショットに入っているということになります。えー、これねで、保存場所、えー、保存方法はこれでですね、保存場所を、えー、環境設定というのをね、えー、クリックすると、まあ、保存場所を変えることも可能です。えー、追加とか。 削除して自分の使いやすいところに変えるということも可能ですのでこれで調整して使ってみてください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。